さあ本当言うと九頭竜川にチャレンジする予定やったのに悪天候を中井ちゃんが引っ張ってきましたんで、急遽香川県でのロケやりたいと思います。頑張ります。1匹出せるかな。出たらいいよね。よし、来た。ルアーやり始めて何十年経ってもこれやるよね。やりますよね。いや、マサッチたちみたいに完璧に輪ゴムをつけたらいけねえけどな。1個2個にやってしまうともう余計に絡んでまうよな。よいしょ。ラバレーヌさんからいきますか、アルゴさんからいきますか。カモメ飛んでんな。結構あの辺なベイト回ってんのかな。いい感じ。今がほぼ満タン潮止まり、水どんよりです。今から上げにかかったら多分結構逆流するぐらいよれてくる。その水が入ってき始めが多分タイミングとしてはいいんじゃなかろうかと思います。よし、下降りて下ってみようか。通称カコカコさん。よく飛びます。まあまあ聞こえるやろ。この雑音ある中でやからな。またあること違ってこの細い引き波よくない？センターの引き波が細いよね。あることってこうワイドやけど。ここが下に降りてくるって考えたらすごいですね。すごいやろ。でもあれ稲っこやからな全部、うん、もうなこの橋の下びっしりおんねん。まあ言うて浅いんやけど、多分デイゲームの潮位が高い時にやれるんやったら、この高潮位でゴーストとか入れても普通にチェイスしてくるね。食うか食わんは別にして。だから魚がおるかおらんかの確認はやっぱりね、ビッグベイトでできるんだな。ちょっと下の橋の下やるわ。あ、やっぱこれ魚や。な、魚やなと思ったんやつ。うわ、一瞬見るけど2匹おる。うん、いや関係ないと思う。もう光の中におるもんね。ルアーが基本的に追うてない。なんでか1個だけこんなん入ってんの。ちょっと投げていい？ね。ここはそれでしょ。ね。うん。中井君ならどっちにする？上をファーストか、砂煙上げながらボトムか。上ですね。まあ上やって反応なかったら下か。逃げた。いや追っかけてる。今チェイス来たな。一瞬見たっすね。見たな。もう一本残ってるのが見向きもせんな。くた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 。よし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 。よし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 。はい、来い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 。こんまいけど、小さいけど。はい、よかった。ずっと160バレーノと160アルゴで勝負を挑み続けて、とうとうデイが終わってナイトになって、はい、このこう場所にまあ元来大好きな場所にちょっと魚影が見えたもんで、それに対してのアプローチ、はい、アプライジング70、いい仕事するね。もうカベベ食べた、落として巻き始めたらすぐ食ってきて、いい感じ。はいはい、あげあめちゃ元気めちゃ元気めちゃ元気、ああもうあっという間に行きます。ああもう元気元気、はい、バイバイ。そんな感じ。お前は雷魚か。なかなかシビアな一日でしたけど、なんとか釣れました。いや、やっぱりいろんなプロダクトで挑まないとなかなか一匹釣れませんね。よいしょ。浜本さん、ここはおうどん屋さんっていうか、見ての通り食料品店、名前も須崎食料品店なのにうどんが有名すぎて電動やったら20センチか。乾電のがね。多分流速受けてもうちょっと巻き入れたら30センチぐらいまではマックスいくと思うけど、ティップのポジションとかそういうので、だいぶ食わす場所のイメージが変わるかもしれないな。昨日80ぐらいのが下っていったぐらいのちょいなんやけどね。よし食った。おーい、来たバレーヌさん。結構いいサイズ、70ぐらいありそうだ。そんなないか。よし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 。ああ。よっこしょ。綺麗ないい魚ね。ダウン側かよ、もう。うわ、リミットや。これで釣れんかったらポイントを向こうに移動しようぜっていう。皆さん安全のためにフックリムを使いましょう。よし。よっしゃ、来た。お何回かアプローチしたんですけど、ちょっとクロス気味に入れて明暗意識してたんですけど、下流側の第2明暗、ぼやーんとした明暗、そこに初めてこうドダウンで下まで入れて、上から見てるしゅん君が下で食ってるなんて言ってたんで、ちょっと巻き入れて水中へバレーヌさんを入れたら、それ1投目やね、多分ズキャン来ました。よっしゃ、バレーヌさん160。よっしゃパカーンいいかな。長いけどあかんね、そっち行ったらやめてや。うーええサイズええサイズええサイズ。おやめて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 。もうむっそい音したな。おお、怖い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 。よっしゃよっしゃ、Aサイズやばい。よっしゃー、うわ、A サイズ70中盤あるか。急遽香川でシーバスチャレンジになって、昨日の雰囲気やったらね、直前の雰囲気やったらうわダメかな、ギリかな、どうかななんて思いながら、ちょっと好調位から入ってみたら、思わぬいい魚がね、バレーンの125と160のプロトでドンドン出てくる。いいタイミングが一瞬あった感じやったけど、まあ香川にしたら上出来やと思います。うん、今回その一押しというか、まあ見てもらったら形は本当にね、派生してる感じなんですけど、もちろん専用設計になったプラス、内部構造にリニアエンジンという新しい重心移動システムを搭載しまして、ごっつい飛距離を生むことに成功しました。で、泳ぎの安定性ですね。その単純な重心移動だけだと多分ね、アクション入れた時とか変に流れがこういう形状なんで、そのしっかりと溝を受ける部分がないプラグになってます。でこれがやっぱりね、ちょっと波が高かったりとかして、こういう状態になったりとかする時にウエイトが後ろに戻ったりとかして、こんな状態になる可能性もあるんですけど、しっかりとしたマグネットが入った重心移動システム、リニアエンジン搭載することによって、もう安定の泳ぎ、安定のアクションでさまざまなリトリーブスピードに対応できることに成功しました。アクションに関しては、まあ、本当にこのバレーヌ125でおなじみになったこう水面直下、巻いてもアクションがね、そんなにこうバタ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 しないヌメヌメアクションですね。まあ、それを継承して、ボディが大きい分少しねこう泳ぎがワイドになる部分もあるんですけど、まあ、単純に巻いてもらったらね、ものすごい生めかしいアクションが水面直下、リトリーブスピードによってレンジが多少変わります。まあ、もちろんそれはプラグ、どんなプラグでも同じですね。でもそのレンジが入りすぎることなく、ものすごいこう適度な、ありとあらゆるステーション、まあこれね、サーフで僕も投げたことないんですけど、まあ仮に言うと、そのシャロー体、サーフね、もうレンジがシビアなポイント、もちろん川、港湾、まあさまざまなところで投げてもらっていいと思います。ヌメヌメにちょっとワイドな、筋まではいかないけど振るタイミングが出たりとか、まあ、そういうのを川の流れの強弱、もしくはリトリーブの強弱によって、こうストレートのロール主体のところからフラフラなんていうのを時折織り交ぜてもらって、本当にバイトが出したいところでの軽いリアクションですね。まあ、そういうのも有効活用しながらで、ごく一部アピアのスタッフの中で、ボコボコ釣ってる中井ちゃんなんていう人がいるんですけど、この子がね、熊本でビッグワンを引っ張り出したのは、このウエイトを後ろに残したまま着水から前にウエイトを戻さずに、この状態をキープしようと思ったら絶妙なリトリーブでキープができるんですね。そうすると特殊な使い方ですけど、 V 波紋を出しながらポイントまで持っていって、そこでチョンなんて言わすとマグネットにひっつきに行って重心が元に戻る。でそこで水になった瞬間にバイトなんていう、まあ、ちょっとした裏技的な使い方ももちろん、まあ、これ重心移動が入ってるプラグで昔からよく使われてたパターンなんですけど、まあ飛距離が出てノンリップで、このボディ形状で、まあ、そういうのがある程度コントロールして使いこなせるっていうのは、まあ特質かな。あまり類を見ない感じのプラグになっていると思います。